はい、消えた天才シリーズ今回第3弾ということで、消えた天才第1回田原豊、第2回阿部雄太郎さん、そしてですね第3回なんですが、鹿児島実業時代僕にとってはもうね、本当天才プレイヤーと言っていい、内野大輔さんに来ていただきまして、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ですね、まあ、うっちゃん、もう同級生なんだけど、うっちゃんは何でも、多分消えた天才プレイヤーシリーズで一番、多分なんで消えただろう、なんかプロにはなってない、だけど、一番プロに近かった選手が、はい、もう松井大輔ももう認める、で、俺も認めるっていうか、まあ、それは後々話すんですけど、もう認めるも何も、もうズタボロにやられまくってたから、1対1。そう、そのプレイヤーがうっちゃんということで、まあ、今回そのこの消えた天才シリーズの趣旨なんですけど、才能ある子たくさんいると思うんですけど、やっぱり実力もあってでもいけなかった、でもその時に何があってどういう思いでそういうこうね毎日を過ごしてたのかっていうところが、まあキャリア的には本当にプロで活躍してもおかしくないっていう実力持ち主だったので、プロにはなれなかったけど、まあその時に何を思ったのかっていうところだったり、いろんなね参考材料あると思うので、今回企画をさせていただこうと思います。すごい褒めてくれる。いやめっちゃ来た。だって、まずそのキャリア的なこと言えば、まあ、中学生まで遡ります。で、小学校も入ってた県選抜。入ってた九州選抜は入ってた。あ、なるほど。それの時は鹿児島桜島泉、あ、泉小で、で、県選抜も入ってたし九州選抜も入ってた、うん、泉小から泉中、野田小から泉中、ここは越境なんだけど、うん、強いチーム、うん、そこでも、県選抜、九州選抜、うっかりいや、うっかりっていうか、もうエースでした。もうエースで、俺ももちろん中学生時代知ってました。はい、すごく有名だったんで、で、多分九州で知らない人はいないっていう、サッカーやってる人、その同世代では。で、まあ、なんといっても代名詞がドリブル、このシザースからのドリブルだって、緩急のドリブルがもうめちゃくちゃ切れ味鋭くて、10メートルとかもめちゃくちゃ速いのよ、この切り返しのそのスプリントが。だってさ、自覚あったでしょ、そのやっぱ九州選抜でやって全国区でやって、どうだったの自分のドリブルだって。ぶっちゃけちっちゃかったからね、うん、で、プラスフォワードやってて、うん、全国大会九州選抜で出て、うん、関東で東京で試合があって、うん、それで関西選抜と試合して、うん、それこそ松井大輔、それこそ松井もいたみたいで、うん、で優秀選手同士がまた紅白戦するんだけど、うん、そこの2トップ組んだのが、うん、松井呼ばれてるか分かんないけど、うん、俺と松井の、うん、そうなんだ。中学2年か、うん、2年の時に、うん、あいつと会ってんの。だからそれも厳選されるわけでしょ。そう、そこにも入って、だから多分そこに阿部ちゃんとか行ったの。阿部ユースは出てないのかな。阿部ちゃんがでもそうそうたる、今思えばだけど、うん、例えば石川直選手、あ、直もいた、うん、佐藤優と佐藤、うん、多分っていう、もうそうそうたる中で、で、実際どうだったのその時は、ツートップ組んで松井と、まあ、上手だよね、田舎者の、うん、坊主のやつが、うんうん、ちっちゃいのに、うん、チャラチャラして、うん、でも別に感触あったでしょ。まあできないことはないなっていう、うん、で、まあもう当時からこういう感じなんですよ。そういう立ち位置に行っても全くこう気取らず、めちゃくちゃできてたの、本当は。はい、めちゃくちゃできてたはずなのよ、うん、で、そこで、まあ鹿児島実業高校、うん、これはオファーっていうか、監督から、松田先生からうちに来て、うん、こいと、うんうん、で、パリ・サンジェルマンからうまいやつが来るって言われて、うん、先生に、うん、そいつとやれと、うん、言われて、誰だ外人かって思ってて、うん、実際グラウンド行ったら、うん、松井だったっていう。そう、だからその当時松井大輔、内野大輔、ここは果実で、多分1年生の中でもその2人は一番有名だった、うん、県選抜の子たちもいたんだけど、もちろん他にも、はい、で、俺なんか地区選抜、中学校の頃はそこで、まあ、鹿児島実業に入部して、うん、まあ、うっちゃんとの、まあ、出会いがまずあって、下宿がね、
一緒で、ね、そうそうそう、松沢下宿で、でも上下あって、うん、まあ俺は下で、下で松井も下で、うん、下の方が緩いのよ、緩い、おばあちゃん家だ、ああ、はいはいはい、で、おばあちゃん家で、3人か4人の、そう、下宿だから、で、上は監督が住む家だから、先輩も怖いし、洗濯とかね、洗濯もあったり、監督とか奥さんとか、そのご飯とかもそうなんだけど、まあ、いろんなハードなね、戦いが、うん、その振り分けは ランダムというか、監督とか、いやー、まあでも、いや、おそらくだけど、うん、当時、エリートは下だった、下なんだ、ね、間違いね、間違いね、もう、あのメンバーを見れば、一目瞭然というか、もう彼ら2人がもう下に行くとおかしいもんだって。だって監督の近くに置いときたいじゃん、うん、そうですね、確かに、で、移動もバスだし、そうなんですね、みんなチャリだけどね、1年生、そうでしょ、そうなの、俺とか松井とかバスで、俺初めて知った、嘘バスバス、マジ、あの毎朝武田先生のあのバスで、朝あのね、このね、1年生の時何が辛いって、この通学路、僕の YouTube でも上げさせてもらったけど、はい、このね、アップダウンが、うん、すごいんですよ、もう行き40分ぐらい、帰り40分ぐらいみたいなんですけど、アップダウンがすごくて、で、朝練7時からだから、5時、1年生は用意もしないといけないけど、5時ぐらいに起きて、で、5時半ぐらいに出て、6時過ぎに着いて、着替えて、朝練の準備してとかなんですけど、うん、やっぱり、あのエリートさんたちは、バスで、はい、プップーと、はい、帰りも帰りもだったね、マジかマジか、それ知らなかった、マジ、本当に知らない、本当に知らない、もう必死こいて毎朝毎朝あのバイク取るまでバスで、知りたいでしょ、あのプライベートとか、いやもうめちゃめちゃ高校時代、はい、おじさんいっぱい持ってるから確かに、そうだよ、もうさ、天と地なのよ、上下宿と下下宿が、プライベート皆無だったからね、上はほぼほぼ、しかもさ、その当時の果実の下宿生は分かんないけど、温泉があるんですよ、はい、温泉ってか、だから下宿にないのよ、風呂あった下着ないないね、銭湯上下宿は一旦こうちょっと少し坂を登って、また銭湯がある、その銭湯がちょっと高いのよ、はい、ちょっと高い、値段が1日1000円で納めようとしてたから、朝飯代、昼飯代、夜の銭湯代、あと夜食もやっぱ、うん、食べたいっていうの、やっぱり食べないとね、うん、でそれが1000円で納めるんだよ、これはうっちゃんがなんだっけ200円って、じゃあ俺のね、200円って入ってて、携帯の名前に、はい、俺のね、あ、 LINE の登録名、 LINE っていうか、まあ、電話番号、はい、200円って入ってて、当時で、なんでうっちゃん200円なのって言ったら、俺が当時購買部のおばちゃんに毎日おばちゃん200円ってねだってたの、そう、もういっぱい食べたいから200円でこれとこれとこれつけてみたいな、そうそう、そしたら俺おばちゃん200円ってすっげえ響いてんだもん毎日、はい、毎日200円ってなって、携帯の番号、今言いたかったのは、お風呂安めのところを坂の下に来て、要は一番下に来て、そう、安いところで入って、うん、坂登るときまた汗かくって、そう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 意味ねえじゃん、そう意味ねえじゃんっていうので、そうだから本当にお金をさ抑えたいから、上の温泉より150円ぐらい安いの、下の方がハララ温泉ってとこなんだけど、はい、そう、そこのハララ温泉に下下宿があるから、だから汗もかくこともなく、ハララ温泉ってもう徒歩圏内だから、あと朝はバスでもうそれ初めて知った、初めて知った、俺ほんと知らなかった、ほんと、もう信じられない、もうだってだからそんなね、周りのことが見えないぐらい、あー必死だからね、必死だから、朝も5時起きで、チャリンコ漕いで朝練1時間して、それ弁当して、朝礼が毎朝あって、学校の授業行きます、で授業でもほぼほぼ寝てたからねもういや、みんなよ、まあ、みんなよもうほんとね、あ、気絶レベル、もう気絶レベルまあありがたいことにクーラーついてて、そうそうそう、校舎が新しかったもん、ね、そうそう、校舎で私立だったから、怖い先生はこうだけど、うん、優しい先生だと、もうみんな後ろのさ、うん、棚にさ枕にしてもう床の顔突っ込んでさ、わかるわかる、そう、あの後ろ棚なんだけど、はい、一番下ってね、うん、
あそこにタオル敷いて、わかるよわかるよ、ちょっと首を上げて、こう覚えてるか知らないけど、あのもう寝てちょっとあー暇だなーってなってくると、またなんかやりだすの、うん、ペットボトルあるじゃん、はい、空の、うん、あれにおならしたいやつっつって、うん、みんな手上げさせて回してって、これに入れてくる覚えてない？全然覚えてない。でそれを閉めて、あの隣のクラスの女の子が寝てる、あれ言ったよね、うわくせえとか言って女の子落としたの、やったでしょ、わかった、うん、ああいうのやってたじゃん、ずっとやってた。そうだ。で、うっちゃんは、はい、その当時 A チームに呼ばれたりしてた？松井はしてたって言ってたんだけど、うん、でもずっと松井と同じ行動してたと思う。そうだよね、だから一緒だったと思う、うん、短距離、中距離、長距離全部走れんのよ。で、全部速いのよ。そう、いや負けたくないからだけど、みんなね、うん、当時はでも走れるし、速いしっていうので、俺はもう雲の上の存在だった、もう1年生の時に。そこで、まあ、あのクラスも一緒だったし、うん、まあ、下宿だったしっていうので、ちょっとずつこうね、あの打ち解けてくんだけど、うん、当時さ、覚えてる俺？ごめん、覚えてない記憶にいやいや、それがもう普通なんですね、全然全然そうなの、そのくらい地域選抜止まりの、あのそう、青年っていうか少年が、うん、そこからこう、はい、のし上がっていくというか、這い上がっていくみたいな。で、うっちゃんは2年生の時から試合にはもう、うん、そうだね。で、最終的にその選手権、だから俺ら1年生の時に3年がやっと3だったから、最後の最後に俺選手権のメンバー入れた。あ、1年生ちゃん行ったね、そう1年生で。そう行ったよね、うん、俺と達だって。そうだ、うん、で、そこから2年から試合に出るようになったから俺、あ、うん、そっからもっとこう接点がこう近くなったというか、で、2年からうっちゃんももちろんもう試合にバンバン絡むし、まあ3年もなんだけど、もうなんといってもやっぱね、ドリブルがね、本当にすごかったね。俺今は思い返しても、こんだけのドリブルはなかなか J リーグ見渡してもっていうぐらい、うん、すごいドリブルをするんですよ。そのさ、プロからの誘いとか、はいはい、そういうのはだって2年ぐらいになると呼ばれて練習参加とかね、そう、あったり、職員室に呼ばれて面談みたいなのなかった、うん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 、あの時の多分2年の一発目に松田先生に、うん、お前大丈夫だって言われて、うんうん、大丈夫だってなんだ、うん、いけんのか、もう本当行きたかったからやっぱり、うん、プロにね、プロに大丈夫だって言われて、うん、その一言で終わって、うん、それ以来なくて、うん、で3年の前ぐらいに、うん、お前どうするってなって、うん、まあ、だから多分オファー来てないってことなんだなって、うんうん、東京のチーム行きたいっつって、うん、当時今でこそ FC 東京だけど、うん、東京ガス、うん、じゃあ東京ガス行ってこいって、うん、で練習1週間行かせてもらって、うん、まあ、手応えっていうか、うん、まあ、やれなくはないなっていうのはあったんだけど、うん、まあ、また熱出まして、うん、その1週間の行った時にうち5日間寝込んだっていう、あ、そんなことがあったんだ。そんなこともあったり。なるほどね。俺、いや、そう、練習参加行ったのももちろん知ってるし、すげえな、持ってないのかなと思って、あそれが運命の、なんか、まあ、まあ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 、わかんないけど、わかんないけど、え、それ1回だけじゃないでしょ、だってそこだけだね、だから行ったの。あ、そうなんだ。そうで、もう、うん、高3の初めって、うん、やっぱあれじゃん、進路決まってくじゃん、みんな、うん、うん、で、当時、やっぱり、なんだろう、プロ行きたいんだけど大学は行きたくないとか、うん、そういう気持ちで、うん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 、やっぱり、うん、でも決めないと浪人みたいになるみたいな雰囲気あったじゃん、うんうん、当時、うん、まあでもオファー来ないなら国士舘行こうと。それいつなんですか？だからもう5月ぐらいだね、3年の。あ、そうだったの。そうそう、あ、え、そこでもう大学だったの？大学決まってたね、5月には。3年のね、3年の5月。で、選手権なんかもう12月じゃん、ね、もうほぼほぼ全員決まるじゃん、うんうん、まあ、だからあそこで活躍は3年生は遅いよね。うん、まあでもそれでも待つ人もいるじゃん。待つ人もいるけど、やっぱり当時不安だったよね。なんかレールから外れるじゃないけど、うん、ストレートにいけないっていう、うん、ただもっと言ったら1年生とか2年生でアピールしとけよの話なんだけどね。いやいやいや、そうだから、その3年生の時よ、特にうっちゃんとその自主練の
もう1対1はね、もうめちゃくちゃやったの。あの練習後ね。はい。うん、で、もちろん松井とのね、対談でも、あの自主練。松井とやるのは大体そのオフの日なの。月曜日が休みで、そのオフの日に公園とかで、下下宿の近くに。松井公園好きだから。そうそう。公園好きだから、公園で1対1をする。それが、まあ、一つのルーティン。で、うっちゃんとは練習が終わった後、まあ、3時間とか4時間なのよ、練習が、当時。で、それ終わった後に自主練でうっちゃん1対1しようって俺が誘って、うん、そこから始まったんだけど、もうね、あのね、ボロッカスにやられたの。全く止められない。もういっつも悔しくて、もうほんとね、悔しいまんまいつもそういうのに帰るみたいな。でも、1日だけね、こうほぼほぼ止めた日があって、はい、あるよね。あるね、覚えてる。やばうーちゃんも具合悪かったそう、そこはね、はい、もう鮮明に覚えて、しかも機嫌が悪いや、みんなそうだよね、でも、ね、もうそうそうそう、負けず嫌いだからわ、はい、ーって俺とかさ、負けてさ、いつもさ、うん、ラストっつってやられて、わーっつってもうそんなのでも人柄出るから、はい、ああいうのって。でも勝っても絶対煽ってこない。あ、俺は煽らない。優しい。うっちゃんはめちゃくちゃ煽ってくる。まあまあまあ分かりきった結果だよねとかさ、わざと言ってくれるんだよ。で、俺はうっちゃんがこう機嫌悪いのに、まあそんな日もあるよね。内心よっしゃーと思ってんだけど。だから俺もあれでもっと強くなったと思う。本当、本当に本当に。それこそああいう練習してたから、うん、冬の選手権でもさ。うんうんうん、多分体のキレじゃないけど、うん、そう、それで俺は俺の中でもそうだし、松井の中でもやっぱうっちゃんっていうのが多分一番、その大輔の中で一番先にプロ行くんじゃねえかって思ってたから。で、まあ選手権でね、大活躍で、もう前は松井豊、うっちゃん、もうこの世代絶対知らない人はいないっていうぐらいすごかったんだけど、あの当時結構感触あったでしょ、あの選手権の時は。あったあった、うん、すごいあるね。しかもメンバーがいいからね、うん、確かに。あの攻め、うん、前は、うん、前側はさ、うん、で多分やっぱり多分当時も負けず嫌いあって、うん、松井はどう思ってたか知らないけど、うん、やっぱり松井上手だからさ、うん、なんかしでかすのよ、ボール持ったら、うんうん、であいつに活躍されたくないから俺もフォローが早いっていう。なるほど。あいつに対する、うん、だからいい意味でお互い、お互い高め合うじゃない、高め合ってっていうか、うん、いいプレーになってたの、うん、多分、まあ、お互い負けず嫌いだから。はい。そのさ、選手権後にさ、うん、絶対プロからオファーあったでしょ。それは分かんないよね、もう決まっちゃってるし。まあ決まっちゃってるし、俺もうっすら、うん、ルートを消した方ですよ、うん、いやいやいやって松井に言われてなかったいや大丈夫です、それはまあ大丈夫だったんですけど、大丈夫、まあ、大学とのね、はい、良好な関係で大丈夫だったんですけど、はい、そう、ここからなんですよ、この、はい、まあでもね、それはプロになれませんでした。で、国士舘大学行きます。ここで何があったかっていうのが、うん、まあそう、でも大学経由でプロに行くっていうのパターンもあるわけじゃない。はい。で、そこでなんかプレースタイル自体もやっぱ変わるっていうのをすごく俺、3年の時、うっちゃん、そう、どうしてんのかなと思って、じゃあプレースタイル、もうドリブルをしなくなったとか、なんかいろいろ聞いたんだけど、その大学で何があったのかなみたいな、うっちゃんの中でっていう。はいはい、はい、多分この話をナスにもらって、うん、ちょっと考えたの、うん、俺も、うん、ないなみさでね、うん、いやいやいや大学決まったのは悪いっていうか悪くないんだけど、うん、そっからやっぱり多分気持ち的に、うん、自分のダメだったなっていう、うん、もうだから要は高卒 J リーガーのこのストレートっていうか、うん、しか多分ちっちゃい頃から頭なくて、うん、そこでやっぱり挫折みたいな形に俺の中でなってて、うん、でもまあ、途中で行くやつもいるし、うんうんうん、とりあえずまだ7月に決まったから、うん、選手権頑張るか、うんうん、だから選手権だけを目標に頑張ってて、うん、それで、まあ、準優勝して、うん、国士舘大学行きます、うん、ただやっぱりそこそこ有名っていうか、うん、テレビ取り上げてもらったから、うん、まあみんな知ってて、うん、まあ先生たちも試合使ってくれてて、うん、なんだけど多分選手権のパフォーマンスっていうか、うん、やっぱできてない感じで、うん、派手なっていうか、うん、ドリブルでこうね、うん、こう試合は出してもらえるんだけど、うん、こう気持ちが乗らないっていうか、
多分今考えたらだけど燃え尽き症候群じゃないけど、うん、多分もう気持ちが落ちてて、うん、その自分の理想とね、そう理想と現実がギャップが生まれて、でそういう時に限ってやっぱり、うん、プロ行った選手たちは松井にしかり、うん、ニュースで流れてくるわけですよ、うん、1年目から勝ち上がって1年目が出る、うん、ああいうのをこう見てると、うん、ああってこう気持ちも落ちてって、うん、何やってんだろうが始まって、うん、悪循環の始まりで、うん、結局大学って怒られないじゃん、うんうん、誰にも注意されないし、うんうん、だから結局その技術どうこうじゃなくて、うん、その18高卒の時点で、うん、俺的にはそのやっぱり中身が子供だったなっていうところも成長しないと、うん、プロにはなれないと。もともと中学校、小中高と、うん、まあエリート街道というところをね、歩んできて、そこのギャップは多分大きかったと思うよ。そう、しかも松井が同じような形でエリート進んできた松井がプロになり、で、かたやまあ俺は、どっちかというとエリートじゃ全くなかったから、うん、もう地域からで鹿児島実業、試合出れちゃうのっていう、まあその代わりだから練習しないといけないっていう、もう練習虫だったけど、もう常にもう毎日毎日練習してたから、え、1年生から出1年生から出してもらったり、うん、まあ、出なくなったり、うん、で、国士舘って当時 JFL と大学リーグってあって、うんうんうん、まあだからどっちかにはちょろちょろ出てて、うん、で、まただからこんぐらいやっときゃいいやとか、うんうん、そういうのでダラ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 、うん、もう1年経ち、2年経ち、そしたらプレースタイルもどんどん変わってきて、もう変わってきて、プラス、うん、俺みたいな綺麗をさ、うん、重視する選手、はいはいはい、やっぱり体重って大事、うん、そうだね、で果実の練習からの今まで食べてた量、うん、で大学では果実の練習量ない、うん、同じ量食べる、うん、それは体重太る、うんうん、だからそういうのにも気づくのも遅いし、うん、あと目標とやっぱり立てれなかったのもあるね、うん、大学の時は。であと向上心、うん、もういいやって気持ち的になっちゃって、うん、このぐらいでいいや、試合も出れるし、うんうん、だから向上心がなくなってたよね、うん、もっと上目指して、うん、その気持ち強いから、うん、こっちは、うん、まあ、まあ才能ないからさ、才能ありますよ、これが才能ですよね、うん、それでまあもうプロはもう、うん、もう諦めたっていう、諦めたのは早いと思う。何年ぐらいだったの大学の、この年の話するとやっぱり分かると思うけど、うん、親、うん、両親とか、うん、やっぱりなかなかのお金と、うん、いやなかなかサポートとしてもらって、うん、もう足上がん、あの向けて寝れないんだけど、うんうん、すいませんお母さん、いや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 、なるほどね、長生きしてください親孝行しますまあプロはいけなかったんだけど、まあ、このストーリーの中で、まあ、いろんなね、ちょっとね、エリート街道を歩んできた選手で、まあ、なかなかプロ行けなかったっていう人もいたと思うんだけど、でも今だからこう伝わる言葉ってたくさんあると思うし、うん、最後ちょっとメッセージじゃないですけど、プロになってないですけど言える立場か分かんないですけど、いやいやいや、やっぱあれじゃない、向上心じゃない、向上心、うん、もう圧倒的な強い意志と向上心ですね、うん、上に行く選手は絶対やってる、うん、もう細かいところまで、うん、いや重いっす、すごい言葉ありがとうございます、いい、うん、なんならうん、一番適した企画ですよね、いや、本当にそうなの、適したっていうか、俺は、俺の中では一番大きかった存在だから、なんなら第1回目は僕ですよでも、豊かの豊か、俺からしたら挫折じゃないかな本人は挫折、うん、あの、参考というか、そういうプロを目指して、本気に目指して、まあ、それでまあ叶わなかったけど、だからこそこうね、気づいたことってたくさんあって、で、今回もこうね、あの連絡したところも快く引き受けてくれて、いや本当にありがたい限りなので、いや逆にありがとうございます、いやこちらこそ、うん、こういうなんか久しぶりに話せて超嬉しかったよかったあったので、それでは今回は消えた天才シリーズ第3弾ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。今回第1回ペルメタカップ開催させていただきました。今回三沢蓮さんにゲストで、はいはい、来ていただいて、まあ一般の方と回ったんですけど、はい、どうでした、ゴルフの方は。今回お呼びいただきありがとうございました。本当にこう個性的なねゴルフ場でこう、はい、天気にも恵まれて、このペルムータ、このセラム、あと日焼け止め、はい、ゲストの女の子たちとつけ心地とかを
話してて、すごいサラサラ感だったりとか、女の子の悩みとかね、いろいろ日焼け止め悩みあるんですけど、その悩みを解決してくれるようなこの商品で、もうこれからみんなで使おうって本当に本当に話しましたよ。めちゃくちゃ嬉しいです。それはめちゃくちゃ嬉しいです。本当に話しました。ぜひ皆さんにも使っていただきたいと思います。で、今回はこちら、セラムですね。はい、セラムの方を8名の方に、限定、先着8名の方に、あのプレゼントさせていただきたいと思います。で、本日もなんですが、デリクトテック、こちら骨盤を引き締めてアスリートだったり運動機能っていうところをサポートする、こちらものになってるんですが、こちらも3名の方に、先着でプレゼントさせていただきます。で、応募方法なんですが、概要欄の方でチェックしていただきたいんですが、三沢蓮さんのインスタをフォローしていただく、あとはペルムーターのインスタをフォローしていただき、それをスクショ撮っていただき送っていただく、それだけになります。はい、はい、ぜひね、この機会に応募していただきたいです ね。ぜひぜひ応募していただいて、はい、ペルムーターセラム8名と、デリットテック、こちら3名の方、はい、ゲットしてください。ぜひよろしくお願いします。お願いします。